スポーツチャンネル日本プロ野球こんにちは注目大谷翔平とデコピンの記念写真にマミコ夫人が衝撃的に登場カスタムメイドの大胆なジャケットがが世界を席巻欲しいナショナルリーグドジャース72パドレス2024年9月26日ロサンゼルスドジャースの大谷翔平投手30は26日の本拠地で行われたパドレス戦に1番打者指名打者として出場した 日本時間9月27日。この試合は3連戦の最終戦であり、勝利すればチームが3年連続で地区優勝を決める重要な一戦となった。大谷は7回にタイムリーを含む3安打1打点を記録し、2位のパドレスの追撃を退けた。これにより、ドジャースは3年連続でナショナルリーグ西地区の優勝を果たし、大谷にとって待望の初優勝となるシーズンを締めくくった。 大谷が再び雄たけびを上げた7回スミスが2ランホームランを放ち試合は同点にこれで先発のマスグローブが降板となった1アウト1・2塁の場面で大谷が打席に立ちサワン・スコットを相手にボールの後の2球目のスライダーを右方向に弾き返し貴重な勝ち越し打を放った大谷は1塁に向かって走りながら歓声を上げ直近の7試合では得点圏で11打数十安打打率 909、4本塁打、15打点という圧倒的な成績を残し、その競争心を示した。続くベッツも2点タイムリーを打ち、チームはこの回に5点を挙げリードを広げた。9回、コペックが最後のアウトを取って勝利を決定すると、大谷翔平は拳を握りしめてベンチから飛び出し、喜びのあまりチームメイト一人一人と抱き合った。彼の顔には満面の笑みが浮かんでいた。その後、 チームは地区優勝を祝う記念 T シャツとキャップに着替え、勝利を祝った。試合後、インタビューを受けたデーブ・ロバーツ監督は本当に嬉しい。選手たちを誇りに思う。これから長い道のりが待っているが、今日はお祝いだと喜びの言葉を述べた。試合後、大谷は愛犬のデコピンを連れてフィールドに現れた。妻のマミコと3人で記念写真を撮影する姿も見られた。MLB の公式サイトは、 マミコが携帯で大谷とのセルフィーを撮る様子を公式 X ページに動画で投稿写真撮影中デコピンがカメラを向くのを嫌がりその様子に大谷夫婦が顔を見合わせて微笑む心温まる場面が見られた記念撮影が終わるとチームはクラブハウスに移動し喜びのシャンパンファイトが始まった大谷は目を守るためにゴーグルを手にしていたが仲間に促されるかのようにそれを外してしまった ロバーツ監督の掛け声で祝賀会がスタート。監督がシャンパンの線を抜いた瞬間、すぐそばにいた大谷は一気に泡まみれに、周囲から次々とシャンパンを浴びせられたが、大谷は終始、満面の笑みを浮かべていた。シャンパンファイトの後、大谷は試合前の心境について尋ねられ、今日は絶対に決めるつもりで球場に来ました。すごく嬉しいですとコメントした。初めてのシャンパンファイトについては、最高でした。 シーズン中に何度もこれをやりたいですね。シャンパンが目に入って少し痛かったですが将来に影響しないように工夫しましたと笑顔で答えた。さらに7回の勝ち越し打について振り返りホームランを狙っていました。他の打席と変わらず集中して打席に立とうと心がけましたと語った。インターネットがマミコ夫人の登場で大盛り上がりおでこタッチとマミコが尊すぎるおでこタッチとマミコも登場。 ホームチームが勝って嬉しいマミコさんが可愛すぎるビジュアルが爆発してる。わら、マミコとおでこタッチが隠れ MVP だな。大谷翔平は最高の家族と一緒だから強いんだマミコさん。髪が伸びてさらに美しく、可愛くなってるし。デコちゃんも可愛い本当に美しい大谷。マミコ、おでこタッチの3ショット。最高に幸せ。マミコとのおでこタッチがたくさん見られて感動した久しぶりにマミコ夫人を見たけど、 相変わらず美しいマミコ様降臨。美しすぎるといった大谷家に対する羨ましがるコメントがネット上に溢れていた。ソウルでの開幕戦に向かう飛行機の前で撮られた大谷と妻の写真は多くの人に衝撃を与えた。当時を振り返ると、あれから長い時間が経ち、今日の勝利に至るまで数々の出来事があった。これほどまでに日々の行動や一挙手一投足が注目されるアスリートは他にいないだろう。まずは、 地区優勝おめでとうございます。奥様と共に、ポストシーズンでも最高の結果をお祈りしています。大谷選手がまた一歩、夢に近づいたことが本当に嬉しいです。シーズンの初めを振り返ると、不安な出来事もありましたが、彼が野球に対して心を注ぎ、今こうして真剣に取り組んでいる姿には改めて感動させられます。大谷選手の移籍に伴い、多くの日本のファンも一斉にドジャースファンになり、笑。 これからも全力で応援していきます。最高の舞台で、大谷選手が持てる力を存分に発揮できることを願っています。大谷翔平にとって、長年の夢が叶い、シーズン最後の本拠地での試合を勝利で飾ることができ、これ以上ない最高の締めくくりとなった。今シーズンの前半は順調にリードを保っていたが、途中から離脱する選手が増え、次第に厳しい展開となっていった。最後の段階でようやく勝利を手にしたが、 それだからこそ、一層感動的で興奮が増した瞬間でもあった。奥様とお子様も駆けつけ、家族全員で喜びを分かち合う姿がとても印象的で、こちらまで嬉しい気持ちになりました、大谷選手の圧倒的な活躍によって地区優勝を勝ち取ったと言っても過言ではありませんが、今日は調子の出ていなかったベッツ選手もタイムリーを打ちましたし、ここ数試合、投手陣の奮闘もあり、勢いに乗ってポストシーズンを戦い抜き、 ドジャースがぜひあの最終ステージに進出できますように今年は結婚に始まり水原氏の件もあり不調が続いていましたがシーズン終盤にはどうなるのかと心配していましたそれにしても大谷選手はやはり驚異的な存在でしたね驚くべき成績を残し本当に人間なのかそれとも野球の星から来た異星人なのかと思ってしまいますこれからもその素晴らしい活躍を楽しみにしていますそして チーム念願の初優勝、おめでとうございます。フリーマン選手の足の状態が少し心配ですね。今日は素晴らしいヒットを放ち、見事な活躍を見せたものの、大きな記録更新は見られなかった。シーズン最後の試合は、クアーズフィールドでの3連戦が控えている。打者に有利なコーチで、ぜひ良い結果を残してほしいと願っています。ドジャースは2点差で劣勢に立たされ、打線もつながりを欠いていたが、 7回裏のスミスの2ランホームランをきっかけに始まった猛攻には鳥肌が立ちました。最近のドジャースの勝利パターンは安定感に欠けるものの、一度勢いがつくと打線が爆発する点だ。代打で登場したキケは複数安打を記録し、素晴らしい活躍を見せた。また、8回裏に飛び出したパガスの2ランホームランも圧巻だった。ニとベッツのタイムリーが光る中、 MVP トリオの一人であるフリーマンが怪我で退場したのは驚きでした。大事に至らなければ良いのですが、シャンパンファイトには顔を見せていましたね。ドジャースは相次ぐ怪我に苦しめられましたが、今シーズン苦戦していたパドレスを相手にシリーズを制し、ついに待ちに待った地区優勝をホームで成し遂げました。おめでとうございます。そして、大谷選手が初の地区優勝を飾った際のシャンパンファイトを見られたことに、感動で胸がいっぱいです。 これこそがエンターテインメントの第5味であり、メジャーの大舞台での最高の瞬間だと思います。こんなに感動したのは初めてです。負けるかと思っていたところ、奇跡的に逆転勝利を収めたのには驚きました。こんな展開が本当に起こるなんて想像もしなかったし、観戦できて本当に素晴らしかったです。忘れられない試合になるでしょう。大谷選手の涙が全てを物語っていました。勝ち越し打を放った後、 一塁へ走りながら拳を突き上げた姿にも胸を打たれました。試合は間違いなく BLU、RAY で永遠に保存されることでしょう。パドレスの後半での巻き返しは目を見張るものがありましたが、この3連戦で彼らが実力で勝ち取ったことを証明し、ホームで地区優勝を果たしました。その中でも最大の貢献者は大谷選手だと思います。53勝53敗の記録を残しながら、 この3試合ではチーム全体の打撃に焦点を当て、多くの決定打を生み出しました。ホームランはなかったものの、ステロイド時代以降での通算400本安打を達成したことは大きな功績です。今シーズンの MVP は、もはや揺るぎないものとなった大谷選手。この勢いで、ポストシーズンでもドジャースを勝利に導くことは間違いないでしょう。しかし、優勝を果たした後、 監督は大谷選手をどう起用するかという難しい決断を迫られることになるはずです。5 − 5 − 5 5やトリプルスリーといった打撃記録の追求を続けるのか、それとも主力選手に休養を与え、疲労回復や怪我の治療を優先させるのか、特に移籍後初めての年である大谷選手は、これまでフル稼働し、多くの記録を打ち立ててきました。体力的的にににもも精神的にも疲労のピークに達していいると思いますが 彼自身は休みたいとは決して言わないでしょう。少し休んでほしい気持ちもありますが、一方で彼の前人未到の記録がどこまで伸びるのか見てみたいとも思っています。